わざぶがいつけんです。スタッフです。今回はですね、はい、なんとキャップ作りました。作りました。こちらですね。そちらです。まあ、すでにうちはかぶってるんだけど、うん、ちょっと違和感あるかな。お揃いだからね。確かに、うん、で今回はですね、うん、キャップということで、はい、今までそのキャラティー、うん、カレッジティーとかね、うん、作ってきたんだけど、ついにキャップです。ついにキャップだね。はい、実はこのキャップ、はい、47さんで作らせていただきました。素晴らしいね。はい、で前に、うん、47のこのキャップを紹介したんだよね。そう、こちらね。そう、で俺がこれすげえいいって言って、うん、あのまあ、被り心地とか、はい、まあ、色々すごい良くて、うん、この47さんで、うん、あの作らせてくれるってことで、はい、もうめちゃめちゃ嬉しい。嬉しいね。嬉しい、うん、ここにもね、もうシール貼ってます。そうね、これがもういいじゃん。そう、うん、で、あとここに47っていう刺繍がついてるんだよね、うん、こっちもついてるけど、そう、うん、で、このデザインなんだけど、うん、こんな感じです。こんな感じです。はい、透明だとね、何書いてるかあまりわからないと思うんだけど、うん、まあ、アップするとこんな感じになってて、うん、実はネイティブ J クルーって書いてあるんだよね。はい、うんうん、だからネイティブジャパニーズをネイティブ J にして、うん、まあ、クルーだから、うん、まあ、みんな仲間みたいなね、うん、感じでデザインしました。はい、で、このデザインのイメージとしては、うん、ちょっとね、アメリカとかで旅行行った時にさ、うん、まあ、大体そのお土産屋さんってあるじゃん、うん、その中でもその自然公園、うん、ナショナルパークとか行った時に、うん、まあ、結構なんかあるんだよね、うん、いろいろキーホルダーとかさ、うん、まあ、いろいろ売ってたりするんだけど、スーベニアショップね。そう、うん、でそこで売ってるようなキャップということで、うん、ちょっとナショナルパーク系の、うん、ちょっとデザインのキャップにしました、うん、でやっぱさ、そういうところのキャップって、うん、まあ、刺繍でこうなんとかナショナルパークとか書いてあったりして、うん、まあ、山とかさ、うん、まあ、木とか書いてあるんだよね、うん、で今回はちょっと朝日みたいな感じのデザインにして、うんうん、ちょっと刺繍もね、そのお土産屋さんのキャップっぽく、ちょっとチープっぽくね、作ってみました。これが俺超好き、ね、デザインもさ、そこまで凝ってなくて、うん、少しチープにしてみて、うん、すごいそれが可愛い感じになってるんで、可愛いよね、うん、いいよね、うんうん、で、なんといってもこのボディが、はい、そのウォッシュ加工されてて、そう、そのヴィンテージ感があるんだよね、最初から。そうそうそう、それがこのマッチしてんだよ。マッチしてるね。そう、うん、これ色があのヴィンテージネイビーって言って、うん、ネイビーなんだけど、そのヴィンテージ加工されてるから、うん、ネイビーネイビーじゃなくて、すごい、ね、なんかちょっと焦ったネイビーみたいな感じだったよ。めちゃめちゃいいですね、はい、うん、で今回はですね、このクリーンナップって言って、うん、ちょっとこのツバがこうラウンドなってるやつで、うん、それがすごいあのやっぱりそのスーベニアショップみたいな感じのお土産屋のキャップみたいな感じで選びました。そうだね、うんうん、でしかもさ、この形って、うん、まあ、結構いろんな人が被れるというか、そう、もう誰が被ってもなんかねマッチするような感じだし、うん、男性も女性も被れるということで、そう、もう本当ね、カップルとかにもカップルとね、うん、一緒に被ってほしい。そうだ ね。あとまあそのファミリーでも、うん、みんなで被ってほしい感じで、 それも含めて、はい、まあ、ネイティブジャパニーズクルーってしたんだよ ね。で、まあ、今後もね、キャップいろいろちょっと考えてて、うん、実はね、そう、今後まあいろいろ出そうと思うんで、うん、今回はもう誰でも被れるようなキャップということで、今回ね、こちらの形にしました。はいはい、で、あとね、うん、後ろがね、こういう風にアジャスターになってて、そうそうそう、そう、だからもう本当誰でも被れるね。だからサイズは1展開、うん、このフリーのサイズになってて、うん、もうここでアジャストできるから、うん、本当ね、頭のサイズ関係なく被れると思います。うんうん、この伸びた部分がね、うん、この中に入れられるんだよ、まあ、中入れてもいいし、こう外でこう出してもいいというね、まあ、どっちもいけるよね、うんうん、今回は、うん、まあ、このデザインのキャップで、うん、色がですね、このヴィンテージネイビー一色になってます、はい、で今回はですね、受注生産じゃなくて、うん、まあ、数量限定ということで、はい、もうね、今日から買えます。今日から買えます、まあ、今から買えるか、ね、今日から買える、ね、この動画やってる、まあ、すでに買えるようになってるんで、うん、まあ、概要欄のリンクから、うん、まあ、行っていただければ買えると思うんでね、よかったらチェックしてみてください、はい、今回はさ、受注生産じゃないから、うん、今まではさ、うん、注文してから2ヶ月後とかになったのね、そう、発送が、うん、今回はもう1週間ぐらいで、うん、多分届けられると思うんで、そう、ね、発送されると思うんで、うん、まあ、そこもね、今回スピーディーはい、いけると思うんでね、よかったらチェックしてみてください、はい、で今回はですね、まあ、このキャップをね、うん、まあ、作ったよっていう動画だったんですけど、はい、でまあいろいろね、うちら考えてるんですよね。考えてます。前もでもね、言ってたじゃん、うち、ん、が作った時も考えてますって言いながら、うん、なかなか時間かかってるっていうね。そうそう、でもまあいろいろまあ考えてはいい、ね、進んでます。進んでます。はい、そうで、いい感じのもできると思います、うん、だからまあそちらもね、お楽しみにしてください、はい、もうちょいね、テンポよく出したいよね、本当はね、本当は、うん、もういろんなグッズをね、本当欲しいグッズ、うん、うちらが作りたいもの、欲しいものを作ってるから、うん、もっと本当はね、出したいものいっぱいあるんだけど、そう、ちょ、なかなか、でもこれも本当作りたかった、ね、そう、作りたかった、まあ、ただうちらがね、本当に被りたいものなんですよ。そう、今後もね、うん、いろいろ作っていくんで、はい、まあ、それも楽しみにしてください、うん、ではね、次の動画でお会いしましょう。バイ、はい。